リトルロックは、アメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の21番艦。後に、ミサイル巡洋艦へ改装され、ガルベストン級、ミサイル巡洋艦の2番艦となる。艦名は、アーカンソー州、リトルロックにちなむ。リトルロックは1943年3月6日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船株式会社で寄港し、 1944年8月27日にサムワッセル夫人により浸水。1945年6月17日に W.E. ミラー艦長の指揮下収益する。キューバ沖での成長及び西海岸沿いの訓練の後にリトルロックはロードアイランド州ニューポートを10月21日に出港し南アメリカに向かう。続く5ヶ月間を ラテンアメリカ諸国の巡航に費やし、1946年3月23日にノーフォークに帰還する。その後東海岸沖及びカリブ海で訓練を行い、6月4日にヨーロッパへ向けて出航。その夏は第6艦隊とともに作戦活動に従事し、1946年9月27日にノーフォークに帰還する。 1946年9月から1949年まで、リトルロックは、東海岸での演習、カリブ海での作戦活動及び艦隊訓練を行い、1947年から48年にかけて、地中海への巡航を行った。リトルロックは1949年6月24日に、予備役となり、ニューヨークの大西洋予備役艦隊入りする。 リトルロックは1957年5月23日に CLG-4 と艦種変更され、ガルベストン級ミサイル巡洋艦への転換が始められた。転換作業では、後部6インチッシュ砲塔のタロスミサイルランチャーとの交換が行われた。作業が完了すると、フィラデルフィアで1960年6月3日に JO フィリップス艦長の指揮下最終益する。 リトルロックはカリブ海で成長訓練を行いタロスミサイルの発射試験を行う。リトルロックは急速に拡大する海軍の艦隊において誘導ミサイルで核攻撃が行える艦としての役割を担うこととなった。リトルロックは1961年2月9日にフィラデルフィアを出港新たな任務の下ヨーロッパへ向かう。 6ヶ月間にわたって第6艦隊及びナトー軍の艦隊とともに作戦活動に従事し9月にノーフォークに帰還する。カリブ海での活動中の1961年11月18日、リトルロックはサントドミンゴ沖へ派遣される。トルヒーヨ大統領の暗殺に伴い正常が不安定化したドミニカ共和国に対して支援を行う。 その後4年にわたって、リトルロックは、毎年地中海への巡航を行い、第6艦隊と共に行動し1962年には、艦隊機関となる。地中海での任務と任務の間にリトルロックは、東海岸、カリブ海で活動し、北部ヨーロッパでは、ナトー軍部隊と行動した。東海岸での訓練の後、1966年には、 オーバーホールと回復訓練を行い、1967年1月に地中海での任務に復帰、1969年まで継続する。1969年から70年にかけて、艦隊機関任務につき、イタリアのガエッタを母校として、地中海の多くの港を訪問する。1970年中頃の訓練時にリトルロックは、 ギリシャ海軍の駆逐艦と衝突事故を起こす。この事故で、艦首部分を破損するが、マルタ島で、応急修理が行われた。9月日本国に帰還し、ボストン海軍造船所で1970年11月から1971年の春まで、本格修理が行われた。修理が完了すると回復訓練の後、第6艦隊の帰還任務に復帰する。 1975年6月3日には、スウェズ運河の再開通記念式典に参加し、記念パレードでは3列目に位置、ポートサイドからイスマイリアまで巡行し、アメリカ合衆国のエジプト及び中東の平和への関与を示した。運河を通過すると、アレクサンドリアを訪問する。その後地中海を横断し、ユーゴスラビアのドゥブロブニクを訪問した。 1976年の退役ゴリトルロックはニューヨーク州バッファローのバッファローエリー軍ネーバルミリタリーパークで記念館として公開されている。ありがとうございます。